これさ、明日フラムなのに遊んどっていいんすか？いやもう俺昨日仕事サボって準備したもんバッチリっすよ。だからもう今日はあれっすよ、勤労感謝の日っすよ。だから遊びに来たんだよ。働いてる場合じゃないじゃん、勤労感謝してるんだよ。マジ、てか寒くない？寒いって。今日からめっちゃ寒いよね。霜降りてたもん。そうだよね、うん、あれおなんか来たよ。今日から泊まりですか？今日来たの？今日来た。早いね。明日フラムでしょ？フラム明日だよ。あのさ、この間俺話した人にさ、フラムの日付さ、一日勘違いしてる人いたからさ。マジ？大丈夫？明日だよフラム。今日ね、朝寝坊する夢を見て、パッて起きて、ほら早く行かなきゃいけないと思って。絶対寝坊しない。寝坊しないように。今日から行ってるんです。でも今日の夜も寝るから明日寝坊するかもしれない。じゃないんですよ、今日は。これですよ、これ。なんすか？これなんすか？お土産？これですよ。今、噂の。あ、噂の。昨日から噂の、これ。なんかみんなが買ってるあれ。そう。DRC-1。DRC-1 ですよ。それはひょっとして。これ何？持ってきてって頼んでおいた。あ、何？お使い頼んだの？コアルちゃん。じゃあ、オウムさんの前通るって言ってたからさ。あ、そういうことか。頼んであるから、ちょっと寄って買ってきてって言って、お使い頼んだんです。じゃあ、モグスケ、マージン取って渡した方がいい。マージンは3割ぐらいで、マージン取って渡した方がいい。あとお釣りが入ってるんで、もし3万円あれば、ちょうどいいかもしれない。3万円。はい、お釣りは、釣りはいらねえぜって言う。釣りはいらねえぜ。はい、じゃあ、ありがとうございます。すいません、はい、お使い頼んで、ほんとに。いやいや、早速開けてみましょうよ、コアルさん。いやいや、なんかさ、あの、今回正直ね、初期ロットは見送ろうかなと思っとった。なんで買ったの？いや、なんか、みんなさ、ツイッターとかフェイスブックとか見てるとさ、買ったとかってアップしてるんすよ。見てたら、こういうのは、あれかなと思って、まあせっかくね、今までは始める前から売っていたやつばっかなんですけど、うん、今回フリラ始めて、ね、リアルタイムで新しく出たやつなんですよ。まあそういうことね。この際ちょっと波に乗っとくかと思って。まあさ、このさ、価格がさ2万何千で買えるっていうのがさ、そうなんですよね。大人にとってはさ、なんかこうノリで買えちゃう金額、これがいけない。これがさ、5万とかしてたらさ、3万超えるとね、ちょっとってなるんだけど、悩むんですけど、悩むよ、与えられない。買っちゃおうかなってなるんだよね、みんなが買ってると。今あれっすよ、オウムさんで買うと、液晶保護フィルムついてきます。ついて、おまけでついてくるんでね。多分これだけでも何千円とか。これ2000円ぐらいするから、お得だと思う。あ、アンテナ、そっか、アンテナ変えれるんですね。アンテナ変えれます。その、あの、工事設計認証で登録されてる形式利得。ああ、基本デジカンと同じような感じで。デジカンと同じ方式。楽しみですね、アンテナとか出てくるのが楽しみですね、また。うん、そうそうそう、近いうち出てくるらしいですよ。いやいいっすね。どう？いいっすね。これ速攻で剥がすタイプっすよ、自分。僕も速攻で剥がす。いいっすね。お、ボリュームが思ってるより重い。でもまあ値段なりっていうかさ、うん、まあ特徴に毛が生えた感じの品質ではあるよね、パッと見は。どうやって開け？これが電池ケースじゃなくて、電池ケースカバーなのね。そうそう、カバー。へぇー。いいっすね。おぉ、なんかアンテナがカクカクだ。転がってかんようにかな。あ、そうかもしれんね。これいつも転がってくんですよね、確かにね。ああ、そう言われてみれば、このアンテナカクカクだね。何角形？何角形？4角形。あ、四角形か。二角形だってこっちしか面を形成してないんですけど、角が2つではアンテナが硬いで心配やね、なんか。ああ、そうだね、確かにさ、業務でさ、思ったより硬いよね。あの、普通、僕らはさ、まあ、丁寧に扱うからいいけどさ、あの、一般的なトランシーバー普段使わない人って結構ランダスに扱っちゃうからさ、これが曲がったり普段の特徴の硬さじゃないよね。太いしね、だから無理な力かけるとちょっとあれかもしれない。ちょっとなんか心配ですね。電源
充電されとるんかな、少し。あ、されてる、されてる。アイコン。3055。3055。3055。下が。1155だったらよかったのにな。なんで？車のナンバーとか。ああ、そういうこと？探せばいいんじゃない。これは？呼び出しが？あるよ。18チャンネル目が呼び出してくる。あ、GPS 拾おうとしてる。あ、こういうことか。あとね、スピーカーマイクは ID、そこにあるじゃん、そこに、うん、そこに、そこにある、それ取ってみる。あ、ボリューム大きいじゃん。それ、それ、それと共通。あ、そうなの？うん。よかったね、こうマイクがさ、あのまた増えるんかとか。その ID31 とか DPR3 に使えるスピーカーマイクと共通なので、そこはね、僕らにとっては助かりますね。みんな持ってるじゃんね、 ID3151 とかさ。ちょっときつめだったけど、なんかギュッギュッて入れないと防水だからかな。そうそうそう、防水性能いけるでしょ。いいっすね。いやー、小春先生、初めての DRCR での更新の瞬間がやってまいりました。ほんとだ。モフさん、モフさん、聞こえますか？はい、聞こえますよ。何かあるぞ。あ、すごい、なんか、お、あ、なんかさ、うん、いや、なんかこれあれっすね、受信してるときに画面が出るんですね。あ、相手の曲の ID が出るでしょ。はい、なんかいいですね、嬉しいですね、こういう新しい、全く新しいアイテムが出てくると、こう、なんかワクワクしますね。どうぞ。はい、了解です。そうですね、大人のおもちゃですよね。大人のおもちゃってなんか卑猥。ちょっと、良い子が見せるんでやめてください。あー、しかもちょっと、しかも小春ちゃん、小春ちゃんのキャラクターが崩壊するんでやめてください。まあでもさ、基本ライセンスリー無線の運用ってさ、今その例えば池田山で運用してますとかって言うじゃん。まあ内緒にしてやることはないっすからね。そうだから、別になんかこれでどうのこうのってことは、むしろさ、僕らみたいな遊びで使うよりさ、うん、その何、完全なプライベートで仲間内とかの更新をする人は気になる人がいるかもね。うん、僕らみたいなそのね、誰かいますかの更新をしてる人はさ、別にあんまり気にならないと思うけどね。これ充電器があれなんですね、 USB で充電したか。ということで、じゃあまた外で今度更新楽しみましょう。遊びましょうね、新しいおもちゃ、良い子のおもちゃ。はい、小春ちゃんのラジエーターをバラそうのコーナーです。男のロマン、男のロマン。物を壊すとかさ、物を壊す、それでかしまってるだけなんでしょ。そのそうです。まあ今開けたらわかるんですけど、パッキンがついてるだけなんです。あれ、なんか出てきたよ。何それ？ラジエーターキャップの部品。なんか出てきたよ。中から。ラジエーターキャップ壊れてたんですね。キャップ壊れてますね。キャップ買ったります？買ったる、買ったる。いらいらい。キャップは消耗品だから。そう。こういうこともあるんでね。分解はしましょう。違う。外した時見もしんかったで気がつかんかったけど。危ないね。危ない危ない。よかったわ。キャップでも要注意だよね。キャップごときの故障でさ、ラジエーターが死ぬことあるからさ。中でもこんなんですよ。ここにクーラントちゃんが通って冷やされていくわけです、ね、ここの管の間からね。で、今漏れてたのはここにパーキンがあるんですけど、はいはい、このパッキンとプラスチックのアッパータンクの座りが悪くなって、パッキンが痩せちゃって。ああ、そのパッキン、そうそうそう、もうペロペロなんで、そのパッキンが経年劣化で、そうそうそう、ダメになって漏れてた、かしめの弱くなっちゃって漏れてくるって。なるほどね。そうですね。で、修理出すと
これ変えてくれて、あのタンクが割れたりしなかったらこのままつけてやるんですけど、だいたい後から割れるし、わこれねタンクも割れてますね。あ、そう、うん、危なかったですよ、これ、ここ。あ、ほんとだ、ほら、ほんとだ、映る映る、ちょっと下、ね、ほら、これ、あー、そこだね、筋入ってますね、はい、もうあと、この冬とかでひょっとしたら寒さでブシャーってなる、その温度差でブシャーってなって、そうです、で、空欄とダダ漏れになってもう自走不能っていう。そうです、まだあの漏れるほどの日々ではないんですけど、まあ近々漏れ出すなっていう、まあ、要注意ポイントですよね、ラジエーター周りは。まあだって100度近く行ってマイナス近くまで冷やされてっていうのを繰り返してるんで、だからこの辺はやっぱ昔の真鍮とかのやつの方が丈夫、ね、うん、ラジエーターの方が修理も楽ですね、ハンダで、まあ、プラスチック部品はやっぱ劣化がきますね、ゴムとプラスチックは仕方ないですよね、うん、でも大輔さん